こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はここにバラを見つけましたの で、空がね、全般的には雲が多めなんですけども、バラの後ろだけ青いので、ここのところをうまく狙って撮っていこうと思って、今カメラを構えようとしているところです。今回使おうとしているカメラが EOS R5 で、ついてるレンズがですね、ここにありますレンズベビーなんですけども、はい、今年発売となりましたレンズベビーのソフトフォーカス2ですね。このレンズで、ソフトフォーカスで、あのバラを狙っていこうと思います。で、結構高い位置、私の背丈よりもずっと高い位置にあるので、三脚を高めに立てているわけですが、これはスリックのシステムカーボン73ですね。エレベーター目いっぱい上げると、もう頭の高さぐらいのところまでカメラがセットできますから、これでカメラをセットして狙っていきます。レンズを作る前に、まずレンズの状態の確認ですね。今この 2.5 のところに白い点が来てますから、これが開放値ということなんですけども、レンズベビーのソフトフォーカス2 2.8 から4あたりがソフトで、だんだん普通のレンズっぽくなってくるということなので、まずピント合わせの段階は 5.6、 この中が塗りつぶされている方の白い点、これが絞りのマーキングになりますから、このマーキングを見ながら 5.6、まあ、あとはクリックの手応えで4と 2.8 と 2.5 というふうに回せばいいから、最初 5.6 にしていることだけ覚えておいて、あとは見えない高さにカメラをセットしても大丈夫かなと思います。はい、今5000分の1秒で F5.6、 感度が400ということで、青い空にはなるんですけども、ややシルエットっぽい感じですね。まあ、これはこれで1枚撮っておいて、あ、2秒セルフになってた。はい、こういう感じで撮っておいて、あとはもう少し明るめにという表現にしていきましょうか。あ、これは今シャッタースピード変わってますね。はい、シャッタースピードと、あれ、シャッタースピードと絞りが両方変わっている。何かおかしいですね。もしかしたら感度が自動になってるかな。まあ、こういうことがありますから、あらかじめセッティングはちゃんと確認した方がいいですね。あれ、ホワイトバランスの設定になってる。これ絞り優先オートだったんですね。だから感度を変えるとどんどん明るさが変わったということで、もう一遍感度400に戻して、今度モードですね、これをマニュアルにして、画面を見ながら明るさを合わせていこうと思います。今1600分の1秒で感度が400で、絞りが 5.6 と、この状態でまず撮っていきます。で、ここから絞りを変えていくことで、絞り、ここの手動で絞りを変更ですからね、1段開けて明るくなった分を、今度はシャッタースピードを上げていかなきゃいけないのか、3200、これで同じ明るさ、ちょっとソフトな感じになりましたよ。そしてさらに絞りを開けてシャッタースピードを上げると、なかなかね、この指先でどこを動かすとどこっていうのを覚えておかないとダメですね。あ、だいぶソフトになりましたね。こんな感じで撮っていきます。はい、今これがレンズベビーソフトフォーカス2による動画ということで、今ピントがあった状態ですね。ここからフォーカスリングを触って、だん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 アウトフォーカスにしていきます。このようにソフトフォーカスとピント、アウトフォーカスの状態というのは違うわけですね。ソフトフォーカスでもピントはピント、よくピンプク写真をソフトフォーカス表現ですと言い張る人がいますけど、それはそういうわけじゃないんですね。今ピント合わせ直しました。ソフトフォーカス2、今これ F2.8 でのソフトフォーカス状態なんですけども、こういった具合で夢のような雰囲気のバラの花表現できました。角ですから、もう一本持ってきたこれスイータ80ですね。これをこのソフトフォーカス2の固定型の鏡頭の先に取り付けて 80mm で撮ってみようと思います。今レンズベビーのこれはスイート80というレンズオプティックを取り付けた状態ですね。ピント合わせだんだんしていきますけども、最短が、あれ、最短撮影距離、あれ、これ80センチぐらいかな、なのにピントが来ないですね。
ここで当たり止まりです。でも実はこのスイート80ってオプティックのここを引っ張り出すと、京都はこっちですね、オプティックの先を引き上げると、今ちょっと伸びましたけど、このように近接撮影モード、はい、近接撮影モードになりますから、これでより近くまでピントが合うはずです。はい、このようにバラの花ピントが来ましたよ。消えちゃった。バラの花にピントが来ましたよ。これはレンズベビーの固定鏡頭の先端にスイート80をつけて 80mm で撮っている動画です。スイート80は中心部分にピントがあって周辺部分がボケるという性質がありますから、このバラの花と同距離にあるはずの葉っぱの部分がボケて表現されるということがわかりますね。花だけを表現したい、真ん中だけにピントを合わせたいという時にこういったレンズは有効です。レンズベビーはマニュアルフォーカスなので確かにピント合わせは大変なんですが、この EOS のボディだとこの虫眼鏡ボタンですね、これで簡単に拡大ができてピント合わせがしやすくできますから、こういった使い方で、はい、合わせやすいように今花の真ん中にポイントを持ってきましたけど、こういう形でピント合わせができますので、レンズベビーの撮影簡単に楽しんでいただくことができます。今度は縦位置でですね、バラを撮っていこうということでセットしたわけですが、どうでしょうか。全体を見るとこんな感じですね。はい、というわけで今日はバラの花をレンズベビーのソフトフォーカス2と、そしてスイート80で撮ってみました。またレンズベビーいろいろ試してみたいと思います。